えー、皆さんこんにちは稲田豊です。えー、本日、えー、私に与えられましたあタイトルは「To be continued」となっておりましてまあ続くということなんですけどあの献身の喜びを,を語ってほしいと、えー、いうことでありました。えー、私今あの大阪センターであの講演会をやってまして これも1年以上前に予定されてたんですけれどもコロナでずっと伸び伸びになってきてですね、まあ、今もコロナが収まる気配がないんですけれども、えー、大阪でですね、もうこれ以上はということで、まあ、オンラインを中心にしかし会場にも来ていただいて。 まあハイブリッドでですね、まあ講演会1週間今やらせていただいております。えー、皆さんこれ20日金曜日の夜見てらっしゃると思うんですけれども、えー、その1日前の木曜日の午後ですね、えー、大阪のホテルにてこれを収録しております。まあ11時から毎日ですね、えー、この日曜日からずっと話してきて、えー 今度の安息日の礼拝説教、明日の安息日の礼拝説教で最後ということでありますけど、この講演会で話させていただく中でいろんな気づきが与えられまして、まあ、それを結構そのままですねストレートに話してるもんですから、まあ、講演会としては、まああのまあ、初めての方もいらっしゃるということを考えますと、ちょっとタフなものになっちゃったかなと、まあ、心配しているところです。 えー、でもねこういうのってのはまあ私これ言い訳じゃないんですけれどもうんなんかあるところを超えちゃうとですねこういう、えー、講演とか説教ってですね講演者と説教者が最初考えてたところ違うところに行っちゃうっていうかですねはもっと思った以上に発展していっちゃうっていうところがあってですね、まあ、それはもうなんか 本当に自分から出てきた、確かに自分が語ってんだけど自分から出てきたものなのかなっていう不思議な経験することあるんですよ。今回もちょっとそういうことありましてですね、えーまあ、これも精霊様の導きって言っていいんだろうなというふうに思っております。まあ、この今日のこの収録もですね結構ストレートに、えー、話しておりますので、えーまあ、ちょっと 難しい部分も聞きづらい部分もあるかもしれませんけれども、まあ、そこはちょっとご容赦いただきたいなと霊的に成熟された皆さんはあの、まあ、受け止めていただけるんじゃないかなというふうに期待しておりますまあ to be continued 続くっていうことですよね私はあの信仰者の葬りの時に特にアドベンティストの信仰者の葬りの時にですね いつもこのことを思うんです。続くんだと。これで終わりじゃないんだと。これ私たちの信仰ですよね。私たちはイエス・キリストによって救われて永遠の命を与えられている。たとえ、たとええー、しばしの眠りについたとしても、それはイエス様の再臨までなんだと。そう思え、確信を持っている。なぜならイエス様の愛が私の心に注がれているから。 えー、これは本当に幸せなことだと思うんです。ハイデルベルグ信仰告白というプロテスタントの信仰問答の文書があります。まあいかめしい名前なんですけれども、えー、でももともとはですね12歳の子が生産式に預かる前あの当時のねあの教会はプロテスタントの教会。 あのルター派カルバン派ー問わずですねまだ幼児洗礼なんですよあのだからあの幼児洗礼ですからねもう子どもの時から洗礼を受けているで12歳になると生産式に預かるそのための教育を受けるんですね献身霊っていうこの,、えー、の教育を受けてそして初めての初生産式に臨むと。 いうことなんで我々、ねまあ、セブンステ・アドベンティストはですね幼児洗礼なんてことは当然ございませんけれども、えーまあ、その分この何て言うんでしょうか、まあ、いつからが成人なんですかっていうところでは,はっきりした基準がないもんですから、まあ、時々混乱があるんですけれども、まあ、こういうルーテル教会とかですねあの長老派や改宗派みたいなこのカ、うん、ルバン派の流れを組む うん、カルバニズムのですね、えー、教会においてはですねこれまあ12歳まあこれカトリックにおいても同じだと思うんですけれども、まあ、そういう意味じゃちょっと批判的な言い方になるんですけれどもこういう,こう古い、えー、あの宗教改革者たちの流れを組む教会っていうのは結局カトリック的なものからは完全にですねこのが払拭されていない。 えー、特にルーテル派なんかにはそれが結構あるということなんで、まあ、ありますね。ちなみにですね、これはあのあ例えば我々はね、えー、聖人であのバプテスマでもうイエス様の救いをですね自覚的に受け入れた人が教会になって、そしてそれが教会を形成していくんだと。 いうことをこれ当たり前だと思ってるんですけれども、えー、ル,ルターやです、ね、カルバンはそんな意思の自由なんていうものを全く認めてませんでしたあの福音の宣教を聞いて人があのそれを受け入れるか受け入れないか決めるなんていうことはありえないもう奴隷的意思っていうような言葉をルター使ってますけれどもね人間には意思の自由なんか一切ないだから救いは一切 神様の側の側、うん、決定なんだとでそこから予定説が出てくるわけですよ。まああの救いはあらかじめ定められているっていう予定説がですね。あのそう考えますとですねこのまだまだですねルターとかカルバンっていうのはですね中世の、うん、陥った教会の過ちっていうのを抜けきれていない。 でそこから抜き切れた、まず、あ、最初のですね、えー、成人のバプテスマあ、そして信仰の意志の自由ということについて、最初にですね、取り入れた人たちはあの、アナバプティストって言われる人たちで、その末裔がですねあの、アーミッシュって言われるアメリカにいる人たちなんですよ。馬、ま、車、あ、とかに乗ってね、今でも電気とか使わない。 なんかこうすごい時代に取り残された人だなとかあるいはもう時代に背を向けた人だなって思われるかもしれませんけど実は彼らは当時はもうあの宗教改革の最先端を言ってたんですよね彼らが初めて幼児戦礼を否定したんですからそしてあのこの本当に自覚的にイエス・キリストの救いを受け入れた人だけで教会っていうものは形成されるんだと。 ということを言ったわけですから、えー、本当に最先端を言っていたということなんですね。で我々セブンス・デ・アドベンティストそこからバプテストとかも生まれてきますしあのメ,ソジあのメソジストのですねこの積極的なあ説教伝道あ説教運動みたいなものもですねそこからその影響から生まれてくる。でセブンス・デ・アドベンティストもそこからですね、えー、学んでいくと。 ということなんです、まあ、ちょっと話が横道にそれてしまいましたけれどもハイデルベルク信号告白でありますけれども、まあ、この12歳になる子がこう受けたその教育の第一条「問い1」っていうのはこういうふうに聞くんです。生きるにも死ぬにもあなたのただ一つの慰めは何ですかって聞くんですね。それに対してこう答えなさいよって口捨、えー、てで、えー、子どもたちに教える。 これはこう日本語に訳すとこういう言葉なんです。まあ、私、ドイツ語できるわけじゃないんですけども。私が私自身のものではなく、身も魂も生きるにも死ぬにも、私の真実な救い主、イエス・キリストのものであることです。この方はご自分の尊い血をもって、私の全ての罪を完全にあがない。悪魔のあらゆる力から私を解き放ってくださいました。 また天にいます、私の父の身旨でなければ、髪の毛一本も頭から落ちることができないほどに、私を守ってくださいます。実に、万事が私の益となるように働くのです。そうしてまた、ご自身の精霊によって、私に永遠の命を保証し、今から後、この方のために生きることを心から喜ぶように、またそれにふさわしいように、整えても くださるのですこれはとても美しい信仰の表現であります。そして、えー、元になっている聖句はまず一つはあれですよね万事が益となるように働くローマ書8章の20ローマ人へのは手紙の8章の28節神は神を愛する者たちすなわちご計画に従って召された者たちと共に働いて」 万事を益となるようにしてくださることを私たちは知っている。これはですね、何でも私の思い通りになるということではないっていうことは確かですね。大体何でも私の思い通りになったら、こんな災いはないですよ。それはですね、まあ、ある意味あの、地獄だと思いますね。 ちょうどあのギリシャ神話に出てくるですね、手に触れたものが全部黄金になる。あの、あの物語のようなことが多分起こるでしょうね、えー。最後はね、もう手に触れたものが全部黄金になる。もう大金持ちですよ。だけど最後はですね、愛する娘が金に変わっちゃうんですよね、金の像にね。あれは本当に象徴的です。 あの欲のために、私たち自身の欲、彼らの自分の欲望のためにとうとうですね、人間さえものに貸してしまうという、まあ、意味深いもんじゃないかなと思うんですけど、まあ、ごめんなさい、そうな、また話がそれそうになりました。えー、コリントビいへのもう一つの成果、コリントビトへの手紙の、の第一の手紙、第一の手紙、3章の21から23。 まあ神共同訳ではあコリントの神とへの手紙第2ですね、えー。交互訳で読みいたします。3章の21節から23節だから、誰も人間を誇ってはいけない。すべてはあなた方のものなのである。パオロも、アポロも、ケパも、世界も、生も、死も、現在のものも将来のものも、ことごとくあなた方のものである。そしてあなた方はキリストのもの。キリストは 神のものであるもう人間を誇っちゃいけないって言うんですよ。パオロ先生だ、アポロ先生だってやってたんです、コリントの人たちは。それでコリントの教会っていうのは中で割れてね、喧嘩してたんですよね。えー、まあ喧嘩っていう、まあ喧嘩ですよね、論争してたんですね。パオロ先生だ、アポロ先生などと、 人を崇める必要はない、まあ、尊敬することは正当な尊敬は捧げてもですねなぜなら偉大な使徒も偉大な牧師も大説教家も神学者もみんな神様にあってあなたの救いに奉仕するための道具だって言い切ってるんですよ道具に過ぎないだから別に人間を褒める必要はないそれは全てですね神様の御心にあってどんなに優れたですねあのー えー、素晴らしい牧師先生もそれはですねあなたの救いのために神様にあって建てられた器であり道具でありそしてしもべなんだと、うん、ここでねすごいのはね死もそうだって言ってることですよ死ぬことですよこれは他の何者でもない私の死でありあなたの死ですよそれはあのー、私たちが死ぬってことはね最も避けたいし最大の不幸だと思いますけれどもところが それは、あなたの救いを全うするような仕方でしか、あなたの死は起こってこない。だから死すらも、あなたの救いのた完成のために奉仕するしもべにすぎないってパウロはここで言ってるわけです。だから、生きようが死のうがあなたは心配する必要はない。神様に任せておればよろしいと、うん。あなたのすべきことはですね、ただ神様の導きに従って日ごとにですね、喜んで忠実に歩むことだと。 それだけだけ言ってる。まあ、実はこれすごいこと言ってませんすべてはあなた方のものだって言うんですよ。パウロもアポロもケパも世界もあなた方のものだ。生もあなた方のものだ。死もあなた方のものだ。現在のものも将来のものもことごとくあなた方のものなんだと。そしてあなた方はキリストのものであり。なぜそう言えるかっていうとあなた方がキリストのものだからですよ。 そして、キリストは神のもの。こうして、いつの日か、万物は神様のもとに帰るんです、はい。私たちもですね、どれほどこれが私たちにとって大きな慰めか、力か、ぜひ知っていただきたいというふうに思います。さて、えーま、to be c コンティニュー d というお題を与えられています。 えー、まああのー、これまでのところのね、あのー、あれを眺めてみたらこうこれまでのところはですねこういうところをお願いしますっていうですね、えー、こういう意図でこういうタイトルを選んでやってますのでそれぞれのせ先生に対してこう。うん まあ、依頼がね、えー、趣旨が書いてあって、依頼がこういう趣旨ですからお願いしますってのが来てるんですけどね、その中の一つにポストモダンっていう言葉がね、ありました。ポストモダンよく聞きますよね。で、実際皆さんよく使われると思いますけど、ポストモダンって何ですか私、ポストモダンってね、ある意味ね、無ないような言葉だと思うんですよ。ポストモダンでしょ。モダン。モダンってのは近代。 ポストだから近代以後ですよ近代の後っていうことだけ。だからこの言葉自体は何もね、なんかかっこよさそうに聞かれますけど、ポストモダンって何にも言ってないんです、内容自体は。で、結局ですね、私いろんな本読んでみてね、ポストモダンって何なのかっていうとですね、結局近代が行き詰まっちゃったっていうことなんですよ。そして、 その先を導くものがないってことなんです。だからですね、みんなもの、なんていうんですかね、共通して信じるものがなくなっちゃう。この、今回のオリンピック見ててね、私それ強く感じたんです。えー、まだあの、1900、えー、何年ですか ?60、ごめんなさい。えー、前のオリンピックって何年でしたっけえー、っと、うん、63年 えーえー、すいません、えー。ちょっと忘れちゃいましたけども。とにかく前のオリンピックの時はですね、まだあの人類の進歩っていうことに対するですね、まああの、素朴な信頼みたいなものがあったんですよ。未来。まあ、ある意味、こう明日はですね、えー、私たちはあもっと良くなる、えー。私の次の世代は私たちよりもっと豊かになるというような、まあ、世俗的な意味でのね、 あのこの何て言うんですか、えーまあ、希望そういうものがあ,あったんだと思うんですよ。ところが今そういうものがないからあの人類の進歩みたいなですね大きなそういうこのなんてテーマというか物語みたいなものが何もない。 だからですね、まあ、開会式とか閉会式とか見てたんですけどね、まあ、多様性を表現しようとしたとか、いろいろあるんでしょうけれども、もう何か方向性がないという、そういう感じを受けましたですね。まあ、これ、象徴的なんじゃないでしょうかね。この、どこに向かうのかっていう方向性が打ち出せない。 あるいはもうみんな多様性とか言ってるけど、多様性っていうのは要するにみんなそれぞれ勝手にやってねって、まあ共通の何か指針みたいなものは方向みたいなものは何もないからもうそれぞれでやるしかないんじゃないですかということ。まあポストモダンってのはもうそういう、うん、ことなんじゃないかなというふうに思うんです。で、私この一週間こうずっとお話ししてきた中でですね、この、じゃ近代って何だったのかと。 いうことをちょっとお話しさせていただいたただんですねちょっとこれ硬い内容だったなって講演会で扱う内容だったかなってうん、まあ、ちょっと反省はしてるんですけどねまあそういう, <laughs> う内容なんでまあ,あのなっちゃったんでうん私が最初いた意,図意図したところと違うところにどんどん行っちゃったんでまあ私はもうねこれは神精霊の働きですからなんていうて。 言ってるんですけどね、うんまあ、言いいじゃななんんででですすよよ本当にそうなんですよでこの近代って何なのか近代ってのはある意味ですねこの神様神様の救いがね未,未来において完成をするんだというそこに向かってね神様に会ってですね私たちはですね更、まあ、によりよき未来に向かっていくんだと。 いうこ,とこれキリスト教のね、えー、救済救済師というんですけども、うん、救いの、えー、歴史観なんですよでこの、うん、プロテスタント特にピューリタンのあそういうものがですねこの近代という時代を開いたっていう立場から私お話しさせていただいたでこう資本主義もまたですねこうピューリタンあピューリタニズムによって生まれた まあこれ、えー、詳しいことはですね、まあ、もし興味があったらぜひ大阪センターの講演会また YouTube 上に公開されるみたいですから、まあ、見ていただきたいと思いますけれどもねあのピューリタンの国家ってね大体ご飯おいしくないんですよピューリタンの国家ピューリタンが元になって成り立った国家ってどんなスイスでしょあーどこだあとオランダでしょでイギリスでしょ えーえー、それからアメリカですよ大体いいイギリスなんてね、あのーまあ、よくジョークで昔言われましたよ最近はちょっとまともになってるのかわかんないですけどね自国に行ったらコ,コ,コックがみんなイギリス人だとかね、まあ、散々な言われようですけどね、えー、まあ,あのどうしてかっていうと、まあ、彼らはですねこのうーん我々はもう神に救われてるんだと。 神にも選ばれてるんだと。だから私たちはただ神の栄光のために生きるんだ。と。だからもう私たちがもう選ばれた立場でもう神様のためにもう全,もう全身全霊を持って奉仕をするんだってとすごい働くわけですよ。で働く割にはね、えー、あんまり自分のためにお金使わない。そうするとどうなるかっていうとどんどんお金貯まる。 資本が貯まるから、それどう使おうか。もちろん事前のためにどんどん使いましょう。えー、そして、えー、神様のために捧げましょうって捧げますけれども、それでも残る。そしたら、こう、再投資っていう形でですね、事業がどん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 拡大をしていく。そうやってですね、プロテスタントの国々、特にピューリタンの国々っていうのは、どんどん経済が発展していった。まあ、カソリックの国よりもね。 うんまあ、フランスはちょっと例外ですけどね。あの、まあ、イタリアとかですね、スペインとかですね。まあ、カソリック圏ってのはですね、このピューリタン系ほどですね、経済伸びない。まあ、どちらかっていうと、まあ、料理おいしいですからね、こういう国はね。まあ、あの、なんか、うん、もうちょっとね、あの、のんびり働いて、 えー、もうちょっと人生楽しもうかなっていうようなところがあるんでしょうけども、このピューリタンの人たちっていうのはとっても真面目。で、こういう人たちがですね、近代っていうものを開いてきた。そして人々はですね、そしてその中で最大の動きがアメリカ合衆国っていう国を生み出したことですよね、ピューリタニズムがね。だって人々はですね、移動していくようになったんですよ。 ちょうどあのメイフラワー後の人たちのようにピリグルミファーザーズのようにですね新しい天地を目指していってそこで国を作ったそして人々はですねもうどん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 移動するようになってふるさとに生まれてそしてそこで結婚して子供を産んでそして葬られっていう人たちが減ってどんどん人々は移動するようになってしまったまあこれもう話してたらですねとても時間がなくなってしまうので まあそれをこれぐらいにしときますけれども要するにそうやってピューリタニズムが開いた近代っていうものがモダンっていうものが完全に行き詰まっちゃったというのがポストモダンの実態なんだろうと思うんです、まあ、ちなみにですねあの宗教的なこのなんていうんですかねあのうんああ ミレニアムって言うんですけどね、千年期、黙示録に出てくる千年期、まあ、この千年期がね、あの祝福された千年期が実現するんだと、そしてその頂点としてイエス様の再臨があるんだという,こう、キリスト教の,この,ははその救済の発展史、救済の発展,発展期待みたいなですね。 うーんそういったものの裏返しが、裏返しって言いますか、そういうものをですね、非宗教化したものが共産主義なんですよ。共産主義ってのは、いわば神抜きの人類の救いの物語なんですよね。うん、神様を抜きにですね、人類の理想社会を実現する。まあ、しかし、それは、それも挫折した。キリスト教も、えー、挫折をした。そういった中でですね、えーまあ、方向を失ってしまった。 一つの問題はですね、この、えー、プロテスタントの教会が持ち続けた、えー、なんていうんでしょうかね、こう、信仰、復活への期待、あるいは再臨、イエス様の再臨への期待の弱さみたいなものが、結局、この行き詰まりを生んじゃったということはあ言ってもいいんじゃないかなというふうに、私は思います。 あの、だから、皆さん、セブンステアドベンティストはね、あの、お葬式の時ですね、天国行きましたって言います言わないですよね。眠りについたって言うんですよ。で、これは聖書的なことです。聖書を読んでみてください。第一コリントの15章を読んでください。そこで語られてる希望って、復活の希望でしょ 天国に行っってててますいいうのは全く語られてないんですよでもいつの間にね、えー、天国にすぐ行く霊魂が不滅なんだっていうふうにすり替わっちゃったのかこれもう聖書の信仰とですねギリシャローマ的な考えっていうものがもう合体しちゃったんですねでここで中心的な役割を果たしたのはやっぱローマンカトリックなんですよ で我々はですねこの宗教改革でローマンカソリックの、まあ、誤った教義からですねこの教会を元の聖書的な教会の姿に戻そうとしたけれどもプロテスタントもですね必ずしもそこから抜けきれない中でそして最終的にその抜けきれない部分が近代の行き詰まり近代のキリスト教の行き詰まりを生んでしまったということなんであります。 まあでも、皆さん、私たちはですね、再臨信徒です。再臨信徒がこのポストモダンにですね、生きてるっていうのは、本当に大きな意味があります。なぜならば、この未来への信仰とかですね、あの、どん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 世界は良くなっていくんだという、そういう立場のキリスト教、どんどんキリスト教が広まって、人々の心が変えられてですね、もう世界平和が訪れてと、19世紀のクリスチャン信じてた。 20世紀の初めまで信じてた。それがどうですか起こったのは実際は第一次世界大戦、第二次世界大戦。もうそして人々はですね、このキリスト教の語る人類救済の夢っていうのをどんどん失っていった。それに変わるものはない。だ我々はですね、これらの戦争や戦争の噂、これが何だって知っこれはイエス・キリストが近づいていることの印でしょ これはサイリン神徒の特権ですよ。サイリン神徒。そして、ダニエル書目視録の予言。そして、神様のですね、救いの計画。こういったものをですね、我々はきちんと神様から与えられている。ですから私たちはこの時代の印を読むことができるんです。具体的にはですね、それらの印のがイエス・キリストの再臨の近づいている印なんだと理解することができる。これは大きい。 結局ですねあの先ほどちょっと話しかけてね、しりきれとんぼになっちゃいましたけれどもあの、死者がそのまま天国に行くんだったら、再臨の意味ってあんまないんですよ。そうじゃないですか。そうやってあのだん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 キリスト教の中から、特にカトリックなんかはね、まあ、再臨の期待っていうものがどんどん希薄になっていった。プロテスタントもそうなんだ でも、そういう理解からするとですね、プロテスタントはもう行き詰まったらですね、もうその方向性を失ってしまうわけです。あともう一つはですね、このプロテスタントがですね、近代になって、聖書をそのままでは受け取らなくなった。で、この自分の好きなように解釈するようになったんです、ある意味。 この部分はですね、この部分はあの受け入れられますね。でもこの部分はね、これは昔の考え方ですから、古い考え方ですから受け入れられません。ってですね、そうやって聖書の中を結局自分の主観によってこう、区別していくと。こうなったらね、聖書は全く神様の書じゃなくなるんです。そういったものではね、なくなっちゃう。 失礼ちょっとごめんなさいねはい失礼しました、えー、そういった問題はですね、えー、なくなっちゃう サイリンというものがね、あのー、なくなった結果、サイリン信仰というものがなくなったし、それこう行き詰まっちゃったの中でですね、これ、先の展開が見えなくなっちゃった。でも、ここでですね、私たちサイリン信徒の出番だと思うんです、えー。イエス様の予言にあるでしょう、マタイによる福音書24章の6節から9節また戦争と戦争の噂わとを聞くであろう、注意していなさい、慌ててはいけない。 それはあ起こらねばならないが、えー、まだ終わりではない。民は民に、国は国に敵対して立ち上がるであろう。えー、またあちこちに飢饉が起こり、また地震があるであろう。しかしすべてこれら、は海の苦しみの始めである。またあなた方はあ、その時人々はあなた方を苦しみに合わせまた殺すであろう。またあなた方は私の名の故にすべてのために憎まれるであろう。 ね、このイエス様は本当に正直なお方ですから私,私はまあこの後半の部分は読みたくないなっていう部分なんで正直ね、うん、私の名の上に全てのために憎まれるんだろうって何だろうなんでキリスト教って本当にいいことを教えてんのにそれで憎まれるんだろうか、うんまあ、そこら辺のね そこら辺のからくりって言いましょうか。そこら辺の仕組みについても私今週の講演会の中で結構話したんですよ。なんかだんだんこの自分の、っていうか自分のって言ったのはおこがましいね。大阪センターの講演会の宣伝みたいになってきましたけれども。でも私ここで皆さんに申し上げたいのは、サイリンとはこれが海の苦しみだということを知ってるということです。皆さんはこれが海の苦しみだって知ってる。海の苦しみって お母さんが赤ちゃんを生み出すための苦しみでしょその苦しみなんだって言うんですよ。で、この私の世の家に全ての民に憎まれる、これは何ででしょうかっていうことですけれども、これはあの、一言で言えばですね、えー、今もいろんなもんで行き詰まってますよね。 そして特に環境問題非常に大きくなってこれ今大阪はずっと雨なんですよ全国的に雨がね本当に大雨の被害に遭われてまああの方その方々にはお見舞いし申し上げたいと思いますけれどもこれもう明らかに温暖化ですよね環境がもう変化してるあのこれ資本主義っていうものを生み出したのはピューリタニズムだと いうことを言いましたけど、この資本主義がもうね、ピューリタンの精神が衰えちゃって、もう、資本主義の、この何、利益追求だけ、どん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 ね、あのー、もう、これがもう自動、自動運動を起こして、えー、もう、暴走を始めてるっていうふうに言ってもいいんじゃないかと思うんです。ですから、あの、コロナが起ころうが何をしようがですね、各国政府はなんとか経済を成長させようとするわけでしょう。 経済を成長させようとしたらどうしても環境に負荷が与えられる。負荷を与えてしまう。だから両立しようなんて言ってるけど、両立できてないんですよ。で実際はですね、相変わらず二酸化炭素の放出量ってのはどん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 ,どん増えてる。増えちゃってんです、もう。なんとか止めて、と思ったら。で、現在、あの、 産業革命以来ですね1度上がってるっててる言われる平均気温がですね世界の平均気温が1度上がってるでこのパリ協定って言われてるけどあのパリ協定が目指してるのはなんとかこれを2度に抑えましょうとあと1度ですよともうこれあのここで止めようって言うんじゃないんですよあと1度ぐらいはいいでしょうって言ってるんですけどうんこれはあと1度ねこれは。 2100年までにあと一度に止める、うん。あと80年後ですよ、うん。私そんなには続かないんじゃないかなと思いますけどね。もう、聖書的に見て。ところがですね、学者たちが言うには、これこのままいったらもう2度どころかない。うん、4度上がりますよ。つまりもう一度もう上がってるからもうあと3度上がりますよ。 3度上がっちゃったらどうなるかって言ったらですね、あの、もうね、その、その時海面がどのぐらい上がるかっていう予測のマップがね、あの、あるんですよ。フロッドマップっていうのが。で、それで見ていただけたら、皆さんの地方を自分で見ていただけたら、とても、あの、調べられますからね。もう東京なんかね、ほとんど、ほとんど水没ですよ。もう、埼玉県のあたりまでずっと水没。千葉県なんかが分断されちゃう。 千葉県の南の方がですね、もう島になっちゃう。そういう予想がね、まあ、立っているわけです。まあ別にですね、皆さんを恐れさせるということで言ってるわけじゃないですけれども、こういう行き詰まりっていうね、これを私たちはイエス様の再臨が近いんだっていうふうにですね、理解してるわけです。ただ同時にですね、 恐ろしいなと思うのは最近,最近使われるような言葉になって、環境ファシズムという言葉があるんですよ。このままどうしようもないということになったら、もう人間の自由なんて言ってられない、人権なんて言ってられない、もう環境のためだったらすべてを犠牲にするんだとああ、環境を守るためならすべてを強制的にやるんだという環境ファシズムの台頭というものが恐れられてるんです。そして そのことに最も熱心なのがローマンカトリックなんですよ。おそらくこれ,これは間違いなく安息日の問題、日曜日の問題と絡んできます。まあ、こ,のこのことについてですね、多く語る必要はありあ今はいたしませんけれどもね、私たち日本のアドベンティストはですね、この前、えー、終戦記念日だったでしょあの戦争の時私たちの教会が弾圧を受けたのをご存知ですかそして 余命の先生たちが殉教してるんですよ。もう当時日本の一部であった韓国なんてもっとひどい。当時のアドベンチスト教会の指導者なんてもう警察,で警察署で拷問を受けても殴なぶり殺しですよ。なんでですかそれはですね、もうこれから 運命をかけて日本が大戦争をやって欧米と戦って東和に新しい秩序を作るっていう時に世の終わりが近いって言ってる小さな胸があるんですよ。イエス様の再臨が近い。この世に望みはない。結局これがね、危機の時代にはここがクローズアップされちゃう。だから全てのために憎まれるっていうようなことが起こってくる。 でも皆さん、過度にそのことを心配する必要はないと思います。私たちが希望を持ち続けることができるんです。これが生みの苦しみだって知ってるんです。そしてそのことにね、人々は気づく。えて、ー。ローマ8章の22節。ローマ、神徒への手紙、8章の22節。 実に非造物全体が今に至るまで共に埋めき、共に生みの苦しみを続けていることを私たちは知っているって書いてある。だから私たちはですね、共に埋めき、共に生みの苦しみをしているんだと。非造物全体と。自然もまたそうなんだと。全ての人がそうなんだ。でもそこには明確な違いがある。 神の子の出現ということが、このロマ書の前のところで言われてる。じゃあ神の子って何なのかって言ったら、これはこれが生みの苦しみなんだということを明確に知ってる人ですよ。すなわち皆さん。ですから、私たちはですね、あの、将来を過度に恐れる必要はありません。何が起ころうと、あなたはイエス・キリストのものになられたんですから、もう全てはあなたの救いを 完成させる方法でしか起こらない。イエス・キリストにあるものには。ですから、あなたご自身の運命に悩まれたり、心配されたりする必要はない。私たちのするべきことは忠実に歩むことです。そして私たちに与えられている特権であるですね、この世界に起こ何が起こってきているのか、そして私たちはどこに行くのか、これが生みの苦しみなんだということがですね、分かっているわけですから、私たちに与えられる もし、海の苦しみっていうものをですね、日ごとに、まあ、喜んで、私はあえて申し上げたいですけど、それを喜んで引き受けることですよ。で、それを通してですね、私たちは明かしていくわけですから。そして、暗くなれば暗くなるほど私たちは弱気が近いことを知ってる。イエス・キリストがもうすでにそこに来ておられるということを知っている。この、 このですね、イエス・キリストに、この私たちがですね、身を委ねるっていうことほど光栄なことはない。これほど意味のあることはない。いや、これ以外に私たちの慰めはないってのが、ハイデルベルク信仰告白のに語ってることなんです。献身。神様に身を捧げる。これほど大きなですね、慰めはありません。皆様の上に、神様の祝福が豊かにありますように。 まあ最後にですね、質問を投げかけたいと思います。あなたにとってイエス・キリストは本当の慰めとなっていらっしゃいますかあなたにとってイエス・キリストは最大の慰めとなっていらっしゃいますかまずそのことをですね、あの、問いたいと思います。そして、あなたはこれが生みの苦しみであるということを 知っておられますかこれが第二の質問です。ぜひ、ぜひ考えていただきたいと思います。祝福を祈ります。